皆さんこんにちは。私はいつも日本語を学びたいと思っていましたが、あまり時間がありませんでした。港のおかげで自分のペースで語彙を増やしました。And actually, that's the reason why I decided to use Minato, and it's pretty cool. Minato で勉強をして、日本語が少し話せるようになりました。Minato コースが好きです。日本の文化が見ると、漢字が勉強すると、とても楽しかったです。日本語は最初、挨拶だけ話せました。Minato で毎日勉強して上手になりました。生活の中で話すことができます。日本語をもっと勉強して話せるようになると思います。日本語が少し話せるようになりました。今は漢字が少し読めます。アニメを見ているとき、知っている漢字があると嬉しいです。